あなたがここへ来た理由は、親族を義書の中で何度も殺めた私をなじるためではないでしょう。あなたが私に聞きたいのは、私の至った真実でしょう。どうして真実に至ったと確信を？すべての物語を理解したからです。だから、どうしてそうだと確信を？太陽が地球の周りを回っていたことは、あると思いますか？かつて人間は天動説を支持していた。しかし近代、それは否定されることとなる。なら否定された瞬間に太陽は動きを止め、地球がその周りを回り始めたというのだろうか。そんなわけもない。人間が何を信じようと真実は変わらない。ならば今、あなたが私の真実を否定するのは、つまりはそういうこと。真実はその立証のいかにかかわらず真実だと。そうです。これより未来、やがて全ての真実が明らかになった時、私がすでに真実に至っていたと遡って人々は気がつくでしょう。ねえ、天草、私っていつからここにいるの？はあ？さっきから様子がおかしいですぜ。何事ですか？私、いつからここに座ってるのか記憶がないの。まだ寝ぼけてんですかい？そうじゃなくて、だって私は確か大月教授とはアポイントが取れてたけど、伊藤育九郎の件では出版社から返事がなくて、結局この日は一日何もできなかったんじゃなかったっけ？は？
天草はあの大きな黒いバッグを受け取りに行ったんじゃなかったっけ。どうしました？いいえ、何も。私は何冊もの遺書の中で何度もあなたのご親族を蘇らせては殺す、まるで魔女のように。好きなだけ蘇らせて好きなだけ殺す、無限に、まるでベアトリーチェね。ええ、だから私はやはりネット上で彼らがそう呼ぶように魔女なのかと思って。ザ・ゴールデン・ウィッチ。全てを知る私には全てが退屈。しかし何も知らぬ無知にそれを読ませ、何がしかの反応を得ることは嫌いではない。だからあなたに読んでほしい。新しい無限の魔女としての新作を。そうです、人の子よ。あなたが憤慨しようとも感嘆しようとも、それは私の病を一時忘れさせる。もう茶番は終わりにしましょう。あんたは誰？私の記憶にこんな出会いはないわ。今度は私は誰の駒？悪いけど、この後ろ宮エンジェ飼いならせると思ったら大間違いよ。やはり。そなたは面白いかな。見事なり、よくぞ私を見破った。私ってつくづく魔女に好かれる性分ね。あんたたちに特徴的な、どこか人を舐めた口調。すぐに魔女だって分かったわ。面白きかな、人の子よ。愉快なり、それでこそ我が退屈にふさわしい。こっちは全然愉快じゃないわ。どうして私は生きてるの？私は名前を明かしたルール違反でひどい殺され方をしたと思ってたけど。
でもね、あがくわよ。あの日の私のところへ、お兄ちゃんを返すためにね。そう生きり立たずともよい。私がそなたに求める役割は、駒ではない。じゃあ、何の用で呼び出したの？まさか、あんたの書いたとかいう、新しい物語を読めとでも言う気じゃないでしょうね。その通りだ。そなたに望むのは、駒ではない。元より私は傍観者。あやつらのゲームにちょっかいを出す気など、妄想もなし。意味わかんないわ。あんたは私に何を期待してるの？私のために、ベアトリーチェの紡ぐ欠片の観測者であれ。観測者？よくわかんないけど、お断りよ。かつて、私はバトラを通して欠片を鑑賞していた。しかし、彼がゲームマスターを継承した今、観測者としてふさわしくないのだ。私は心より純粋な気持ちで物語を追っている。その私にとって今のバトラを通して観測することはさながら推理小説を逆さに読むにも等しい興ざめ。お兄ちゃんがゲームマスター？何の話をしてるのかさっぱりだわ。さっぱりだろう。知りたいであろう。私も知りたい。バトラがゲームマスターを継承し紡ぐ物語がどのようなものか、そしてバトラが至ったという真実がどのようなものか、私の自らの思考の旅で追いたいのだ。私は病の深きに考えねば鼓動を続けることさえかなわぬ。つまりあんたは新しい絵本を私に朗読してもらいたいってわけ？そういう解釈でよい。見返りにそなたもまた自由に思考を旅することができる。そなたとて未だ真相には至っていないはず。続けたいはずだ。真相を知る旅を。あんたに得をさせる義理がないわ。生きがるな。私は時に寛大だが多くの場合そうではない。私は、私が真実に至るために物語を追うかもしれないけれど、あんたのために最後まで朗読する義理はないわ。意味はわかる？無論だ。絵本と称したが、私にとっては死に至る病への唯一の薬。そなたの介添えなくして飲むこともできぬもの。すなわち総理強制だ。あんたが寝入るまで私に本を朗読しろと。その代わり私にも読むことを許す。そういうことね。そうだ。引き受けてくれるならばしばしの一時私の朗読者に任ずる。偉そうな役職名だけど、所詮はただの本読みでしょ。私の朗読者であるということは私の使いであるということ。すなわちそなたへの干渉は私への干渉。私はベアトリーチェの物語の続きを読みたいという唯一の興味を何者にも邪魔されることを許さぬ。そなたをもてあそんだベルンカステルもラムダデルタも、無論ベアトリーチェさえもそなたに対して一切の強制力を持つことは許さない。本を読ませる代わりに私を保護してくれると？無論だ。私は朗読を望んでいる。それを邪魔する者は何人であれ許しはしない。私の態度が横柄に感じるならば謝ろう、人の子。私はこれでもそなたに最大の敬意を持って語りかけている。みたいね。その魔女らしい口調さえ。どうやらあんたの中では数百年ぶりに見せた敬意って感じがするわ。
そなたは本を読むとき、本によろしくお願いしますと語りかけてから表紙をめくるか。そういうことよね。理解したわ。いいわ、あんたの朗読者を引き受ける。あんたが私に同意を求めた時点で最大の敬意を表したことを理解したわ。良き理解だ、人の子。私の名はエンジェよ。人の子だかタケノコだか呼ぶのはやめて。良いだろう。私が敬意を示すことの証にそなたの名を認めよう。これよりそなた、後ろ宮エンジェを感激の魔女フェザリーノ・アウグストゥス・アウローラの巫女にして朗読者に任ずる。そなたが朗読を終えるまでそなたの朗読を妨げようとするすべての者に災いを与えよう。あんたの名前随分と長いのね。ローマの偉人みたい。何と呼べば。親しくない者はアウグストゥス・アウローラと呼ぶ。私に敬意を示してくれたあんたに私も敬意を示してフェザリーヌと呼ぶわ。問題はない。病んだこの身には名を呼ばれることさえ噛みしめがいのある愉悦だ、人の子よ。エンジェよ、私の名前。そういうやりとりさえも心地よきかな。エンジェ、我が巫女よ。バトラーは一体どういうゲームを見せてくれるのかしらね。それが退屈を忘れさせ、壊しがいあるものなら何でも歓迎よ。お任せください、我が主。必ずや主の望まれる結果となるよう最善を尽くします。ええ、そうしてね。前回のゲームではおかしな表情ばかり見せちゃったから、頬が歪んで変なシワにならないか不安だわ。そんなことはありません。どんなおシワができようとも我が主の美貌は完璧です。ベルンがこんなにも楽しそうなんてね。本当にベアとのゲーム版は素晴らしいわ。そのゲーム版の主がもはや不在なのは悲しいことです。虎は死んで川を残す、ベアとも死んでゲームを残したわ。チェスは残ってもその作者の名は残ってないわね。あ、本当だ。